台湾南部地震は、2016年2月6日午前3時57分に、中華民国南部の高尾市を震王として発生した、マグニチュード6.6の地震である。震王から高尾美の地震、被害の大きい地域から、台南地震、発震日時から206大地震とも呼称された。2016年2月6日午前3時57分26.1秒に、 台湾南部の高尾市美濃区を信号として発生した地震で震源の深さは1 4 6トル。地震の規模は中央気象局ではリヒターマグニチュードを6.6、モーメントマグニチュードは6.5、アメリカ地質調査所はモーメントマグニチュードを6.4としている。この地震によって台南市深化で最大震度の七級を記録したほか、ウリン圏層例で震度六級、 カヨ市中心部でも、震度5級の強い揺れを観測した。台湾近門県、宝庫県や中国の東南部沿岸の福建省、泉州市、昌州市、アモイ市、保電市、関東商売州市、長州市、石膏省甲州市でも揺れを観測。また、アメリカ地質調査所では、台南市深閣で、メルカリ震度8、高尾市美ノ区とカヨ市中心部で、 m セブンの強い揺れが報告されている。香港天問題では市民100人以上が揺れたのと報告が寄せられた。台湾内における各地の震度は以下の通り。台湾島は琉球海溝の西端とマニラ海溝の北端に位置する。台湾はフィリピン海プレートとユーラシアプレートが約8センチメートル年の速度で衝突している収束型境界であり。 世界の中でも地震が多い地域の一つである。このプレートの衝突によって、震源周辺では、左沈断層、深化断層、高線断層、畑山断層など逆断層、あるいは横ずれ断層の活断層が複雑に密接して分布していることが分かっていた。また、震源からやや離れた台難で被害が集中している。 ことについて、か南平原に堆積する軟弱地盤の沖積層によって発生した焦点効果が原因として指摘されている。この焦点効果によって、台南市では強振動継続時間や卓越周期が山間部と比較して長くなったとみられている。東京大学地震研究所の平田地下教授は、台湾はプレート境界付近にあり、 地下の境界の構造が複雑になっている。このため、日本と同じかそれ以上に地震が起きやすい場所である。今回の規模の地震は過去にも数多く発生しており、本震でダメージを受けた建物が倒壊することもある。ため、今後も余震に注意すべきと話した。また、建物倒壊の原因は長周期地震動の可能性もある。 2016年2月8日現在までで余震とみられる、有感地震は17回発生しており、最大の地震は、本震3分後に発生した M4.9、最大震度3級。メディアを再生する横倒しに倒壊した、遺憾金流大、同系統した形状銀行進化支店場 a 9相当は当日午前に航空機で、被災地を視察した後、台南市に設置された。 現地対策本部を訪問。その後に北市の災害対策センターで指揮に当たる。地震発生から72時間が過ぎると被災者の生存率が急激に下がるとされ、台南市は72時間が過ぎると重機を使った瓦礫の撤去作業を開始したが、行方不明者の家族は生存者を傷つける可能性があると抗議した。十六階建て、ビル、遺憾金流大老について、 この倒壊したビルは柱などの中に複数のサラダ油や塗料の缶が埋め込まれているのが見つかり内政部は手抜き工事の可能性があるかどうか調べる方針である2月9日台湾検察当局はビルの建設を担当した会社の元社長ら幹部3人を業務上過失致死容疑で逮捕したこのうち業務上過失致死などの容疑で拘束されたある人物は もう忘れたなどと容疑を否認しているほか、友人に20年以上前のマンションだから倒れても仕方ないと話していた。さらに、この人物は4つの名前を使い分けていた。検察当局の調べで、ビルの1階から5階の梁や柱に用いられた補強用の鉄筋は、構造計算書に記された量の半分しか使われていないなど、設計図と実際で構造が異なっていることが分かった。 また、ビルの1階から4階では壁を打ち抜く改築工事が行われていたため、これが強度を低下させて崩壊の一因になった可能性があるとされる。12日、ビル近くで異例祭が行われ、馬永久相当も参加した。ありがとうございます。